Cramp. Today we're taking a look at short piece Ranko Sukumi's Longest Day, the animated section that comes with the game. So basically there are five anime videos to watch separate to the game, but they're related to the short piece game. You have Possessions, Gambo, A Farewell to Weapons, and Combustible, and then you have the opening animation as well. The Combustible and Farewell to Weapons are directed by Katsuhiro Otomo, and the Possessions directed by Shuhei Morita, and are viewable as a separate entity from the actual game. So I'm just going to show you the basic preview of each of those videos, and we'll start off with the opening animation just to give you an idea. Obviously I'm not going to play the entire videos, just a short section just to give you a taster. So we'll start off with the opening animation and then we'll lead into the others in sequence. Okay, I'm Rob Cram, thanks for watching. Ah!
この大雨の中、道に迷うてしまった。どうか雨が止むまで休ませていただきたい。これは一体どうしたことか。
のかい？すみません、お嬢様。これを置いてすぐ参ります。おんめは下手ね。見てまいります。サーダードン、サーダー吉だ。へーい。火事はどっちだ？誰か屋根に上がってるのかい？へーい、見てきます。本所あたりでしょうか？風も西北なんで大丈夫でしょう。松木さん、お隣の若旦那。松木さんの火事好きにも困ったものね。松吉はどこ行った？半鐘が鳴ったらあれほど目を離すなと言っといたのに。番頭の慈平はどこへ行った？頭のところへ人をやって、きっと火事場には入れさせないでくれと言っといてくれ。これが手がかかってましてね。聞きましたか？あなた、またその話ですか？成田屋さんは凝り性って評判ですからね。いくら道具立てに凝るったって。さあ、お若も挨拶をせんかい。若菜と申しまする。一通り人並みのことは教えてありますが、苦労というものを知りませんですからな。蔵が鏡白毛に大なめ差し縄は、厚武さんに田村は真田織と、身体八分、これを父母に浮く。あえて起床せざるは功の始めなりと知らぬか。勘弁してケロや、村尾さん。いいんでね。手なずけでおげて、ご神様の言いづけだと。ほげなこと言っても。仏さんの慈悲ってやつよ。心配すんね。ご神様がどいかしてくれる。
鉄砲隊も用意してもらうってはずだ。さあ、もう取るものはねえすよ。ノブスナンバー助けてる場合じゃねえさ。その鬼、もしかして白い熊で願ったか。なんで身の丈磁石がある大きな赤い鬼みてえな化け物だけす。化け物、助けたねえとは言わねえども鬼ごとを退治してくだせ。あれから鬼のやつは夜な夜な出てきては娘さらってあんまり回るし、もうこの村にはあの娘子が最後だなだす。もうあの娘差し出すしかねえんです。仕方ねえべや、あれものさ誰もかなわねえ。顔お侍様、お願いします。神も仏もいねえ、もはやおらんがお侍様にすがるしかねえなだす。鬼が来た、助けてくんねえか。それじゃあもう除隊したらメイキングぐらいですか。人生は長いから相当もなんだろうな。だったらいいんだがね。
なんだよ、もう使っちまったのかよ。ブドウ畑を30エーカーばかりね。ワインですか。できたら送るよ。こいつは楽しみだ。生きてたらの話。何、今日もガラクタを探すだけの仕事さ。バスケットにサンドイッチでも持ってくるんだったぜ。ハイキングに行くには殺風景なところだけどね。偵察機のお帰り。わあ、カメラカメラ。次の打ち上げるからそいつを片付けろ。はい、はい、ヤンキーお疲れ。いいし。どんな調子だ。到着まで5分ほどですかね。着いたらまず UAV の打ち上げだ。了解。そのプロテクトスーツってのはいつ見ても暑苦しいんだよな。空調装置がついてんだよ。バカ言ってねえれ。モニター見てろよ。よっしゃ。よっしゃ。てめえちゃんと前見てるよバカ。いや後ろ見てるからそういうことじゃねえだろ。そうだよね。悪かったよ。あらまたまたすんなよ。さて、行くか。崩落したトンネルに侵入してください。500メートルほど行ったところが、ブツを操作するポイントです。アム、慌てんな。ある足元気をつけてな。はい。ボン。どうしました？大丈夫だ。マルが引き返るを踏んづけた。ほら、そこらにあるぞ。どかすんじゃねえぞ。きついわ。注意、気をつけてください。今熱源が現れました。よし、装備変更するぞ。みんな来て。西の廃墟に何か潜んでる。無人兵器の類だろう。地下探検の前にハンティングだ。いつも通りの手順で仕掛けるぞ。 UAV をもう一本上げとけ。敵はもう動き出してる。急げよ。マールです。右の白いビルに上がります。ゲムレット了解。行ってこい。コースを固定と。よし。こちら陣、交差点のロケーションはまずまずだ。ポイントを確保しました。遅れ。早いな、ラーム。セッティングを済ませ待機してくれ。ヤンキー、現場のデータをくれないか。敵は東へ移動中。通りに出たらそちらでも目視できます。ヘルファイアは撃てるか。いつでも。よし、指示を待ってくれ。
マールはどうだ。こちらマール、移動中。飛ばしたドローンは3本。了解だ。ジン、状況報告しろ。ラスト1本です。これを仕掛けたら射撃点へ移動します。続けてくれ。ジャンキー送れ。こちらジャンキー。ヘルファイア直ちに投下。了解、ヘルファイア投下します。ジャンキー、おい、今の。はい。ありゃ、ゴンクだな。みんな聞け、ギムレットだ。爆撃に失敗した。敵はこっちに移動してる。映像を見るに自立戦車だ。でも訓練通りやろう。私もポジションを移動する。マール、それまで見張っててくれ。こちら、マール、了解。見えるはず。来た。レーザーポインター、マークット。何やってんだ。マール大丈夫か。レーザー、マークしました。仕事は済ませたみてえだな。マール、ライフチェック、オールグリーンです。マール。システムチェックだ。今走らせました。オールグリーンです。うん、本番だ。始めろ。了解、1本目落とします。よろしく。落着まであと4秒。3、2、1。こちらラム、シーカーにヒット。次のビルに移動中。よし、